おはようございます。おはようございます。もう見えてんねや。地震来たかと思ったじゃん。津波来るぞ。昼は地震ありましたよ。嘘。気づかなかったですか。うろこ雲だもん。だってこれ地震の雲だよ。やばいね。津波来たらやだな。その時は避難しよう。船に乗って避難しましょう。そういうことで今日は料理に来てます。料理漁港に来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アジがなんか生えてるらしいんで。あ、本当ですか。ちょっとアジを釣ってちょっと泳がせたり、はい、うん、まあいろいろ餌もいっぱいあるんで狙っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何種目目標ですか。今日ね、7種目釣るまで帰れません。7種目帰んないからね、マジで。よろしくお願いします。また手伝えないです。釣ってきますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、とりあえずトリック仕掛けアジを狙います。アジアジアジ、これ針3本ぐらいでいいよな。そうですね。なんでこの10本ぐらいついてんのや。そんなについてるんですか。うん、せいぜい5本とかじゃない。だからよ、すんげー多いんだけどこれ針。うん、分かりました。これに50匹かけます。おお、ドランガイド閉まってなかった。てん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 、いってらっしゃい。お、釣れたよ。来ました、アジ。アジ、はい、来た。はい、サバサバサバ、おー、息がいいです。2種目達成。サビキ釣りなんですけど、自分使ってるのこのトリック仕掛けといって、針に直接オキアミをつけて釣るタイプ。こういうとこがこう普通のサビキよりもやっぱ餌なんで、こっちの方が釣れます。見てよ、もう即釣ります。落とします。落ちないよ。おーい、アジ、イエーイ、アジ、イエーイ、アジ。元気がいいです。元気がいいです。どうしたやま。なんでお前そんなはぜやん、またこの気持ち悪いハゼ。ポークビッツ好きだね。好きだね。お前のピーみたいじゃん。これよりは。てんてんてん。てんてんてん。3種目目。3種目目。おめでとうございます。そしたらば、釣ったアジ。アジコちゃん。アジ。花がけ、これを花がけ、花がけで取れそう。花がけ、これでヒラメ狙います。あ、取れた。なんでやねん。やっぱ背掛けの方いいな。アジは20匹くらい釣ったんで、1匹いるけど、ずいぶん生きいいね。取れないね。
取るぞ取る。鼻がけはダメなんで背がけでいきます。背がけ、背がけでヒラメを狙います。いっといれい。レクイエム。レクイエム装着。鈴が鳴れば大物です。大物小物です。まあ人間として小物、小物だね。勘だからダメだね。あんまりだよ。じゃあはい、カット。なんかついてる、なんかついてる。グーグーグー、やばい。グーグー4種目目グーグー泣いてる。ふぐふぐふぐ、バイバイ。おお、いい。4種目目達成です。那須川さんいないうちにアイナメが連れてたみたいです。5種目目達成。でした？マジで？全然質が弱いです。かわちゃんです。かわちゃんです。ついてか、なんか。おわ、どんこちっちゃ、かわいい。これペットにしたいね。めっちゃちっちゃ。どんズーム、どんこズーム、どんこズーム、かわいい。超かわいい。ちっちゃ、すんごいちっちゃ。どんこの赤ちゃん、こんな可愛いのがいたんですね。どんこの赤ちゃんに映るかわちゃん。リリースで、リリースで。6種目目。あと1種目で終わりじゃん。もう帰ろ帰ろ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。んお、なんか火出る。おお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